はいこんにちはコロルですいつも皆さんありがとうございますであのコメント欄最近閉じてたんですけどもあのまた開けたいと思いますのでよろしくお願いしますはいあと最近顔出しをねしてなかったんですけどもこちらもはいちゃんと爽やかなお顔をね皆さんに見せたいなと思ってあの顔出し頑張っていきますのでよろしくお願いしますはい。 でえー、と今日はですね鑑定の,の中でいろいろ分かってきたこといろんなことあるんですけどもそれをね話していきたいと思います。であの今日はですねこちらですね実はね鑑定を通して分かったのが3通りの、えー、存在の仕方がありましてえまず一つが守護霊の中に宇宙人がいる方。 2、はい、つ目があのその方の魂の根幹の、えー、中え基盤の中に宇宙人の魂がいる方。で3つ目がですねえこれちょっと自分でも不思議なんですけども、えー、同時並行で別次元で宇宙人として存在している方この3つがありました。はいねえー、まずですねこの 守護霊に宇宙人がいるタイプの方これがですねあの守護霊鑑定をしていると親、まあ、類演者ですとか、まあ、あの自然霊ですとかあと、まあ、その人の魂のハイヤー、まあはい、セルフなのかな魂のグループの中の親みたいなねこうリーダーみたいな人が見えてきたりするんですけどもその中に、えー、地球上の魂じゃないですね 宇宙人の方がいらっしゃるんですね。宇宙人の魂がくっついている方がいます。で、その方のえー、見てくれですね。ビジョンはグレータイプじゃないんですね。あの、うん、ただですね。なんかあの人間じゃないのがわかるんですよ。人間じゃなくてグレータイプでもない。なんかつるっとしたね。あの人型みたいなのがね。見えてきて無機質な感じがしますね。はいで2番目にえー、魂の。 根幹、基盤に宇宙人がいる方えこれはです、ね、あのタネリングをしていくとその人の魂の,あの柱みたいなものをこう見ていくんですけども前世鑑定なんかでそうなんですけどその、えー、軸の部分に軸の部分の部屋なんだろうな分かりやすいイメージで言うとあのラピュタの最後ラピュタのなんか心臓部に入っていきますよね飛行石が。 あの浮かんでる部屋なんかあんな感じであの入っていくんですすねそそうするとそこに宇宙人がいるんですね、はい、でこういうタイプの方はとっても頑固であのまあ言っちゃうと天然でねちょっと人付き合い苦手な方こういう人に多いですねあの。古代の地球以前の魂を持ってる方。 とってもピュアなんですよこのこうで強いとてもエネルギーが強いですこの人たちは。その方々が、えー、自分がこうしたいんだっていう信念を持つととってももうで3まめ3番めこれすごい不思議なんですけども、えー、現在自分こう生きてる方そのこのなんていうのかなもう時間とか空間とか次元とか。 もうそういうのよくわからないんですけども、同時に存在してるんですよ。同時に宇宙人として、その人がいる。だから、その人が、例えば、UFO を見たら、その UFO に乗っているのは自分自身っていう風な感じなんですよね。このね、三通りあるんですよ、これがね、鑑定でね、必ず出てきますね。はい、で、これ、私が、えー、鑑定の中で感じ取りました。この三通りなんですけども、えー、だから、どっから。 こかこう知識を入れたわけじゃなくて、自分が鑑定していく中で出てきた3パターンなんですね。はい。まあ私にとってはとってもこうリアルにね感じる部分、リアルに現実として真実として感じ取るものなんですね。だからまあ信じる信じないは置いといて、まあコロルはねチャネラーとかやっちゃってますけど、こういうことをね感じ取ってんだなとあの生ぬるく見てもらえば。 もらえればと思いますはい以上が官邸の中で見えてくる宇宙人の姿3パターンでしたありがとうございました